ホームレスが死んで溶けていたアパート。ホームレスの方がね、はい、勝手に入居してたんですよね。死者の最後のメッセージと呼んでるんですけど、これは何ですか。まあこう壁にこう血がシュッとこうくるとか、なぜか Google でそこの家だけ見れないんですよ。続いての物件の方、はい、行きたいと思います。溶けていた。うん。これはまあ時期が時期で夏場だったんで。夏なんですね。だいぶちょっと発見からもね、時間かかったと思うんです。もともとそのアパートで2戸口、いわゆる2つのアパートで。はい。はい、2つとも空いてたんです。空いてたんですね。全空きの状態で買ったんですけど、私もしょっちゅう行くこともできなくて、しばらく放置してた感があってですね。買ったもののあんまチェックとかせずにっていうことですよね。外観はね、サザエさんのお家のような可愛い、可愛らしいいいですよね、雰囲気。吐き出しの窓があって、ここをちょっとうまく破って、ホームレスの方がね、勝手に入居してたんです。入居って言い方違います。侵入ですから。入居なんです。丁寧なね感じで。結構場所的にイオンが近かったりとか。すごい住みやすい。ちゃんと考えて侵入してる。イオン近いからここにしようって入ったわけじゃないですか。でちょっとロフトがついてるんですね。そうなんですか。でロフトの上で。お亡くなりになってた。ちゃんとロフトで寝てるやん。ちゃんと使ってるね。いや入ってすぐねえや。ねえ、いやロフトが良かったんでしょ多分。ただね電気とかもつながってないですし、ロフト暑いんですよ。そこで衰弱死しちゃったんじゃないかなと。でちょっとだいぶシミがもうできちゃってですね。まあそれをちゃんと剥がして綺麗にして今お住まいになってます。別の方がそれもお伝えしてるとちゃんと。あ、そうなんですね。こういうことがあったわけで、ただやっぱり匂いが結構ね。いやこれはだって壁とかにもなんかついてしまいそうですけどね、こびりついた匂いが。虫関係もエグいですよね。出てくるでしょ。だからまあ特殊清掃しましたけどね。特殊清掃ってやっぱあるんですね。ありますあります。これ第一発見者は誰かいらっしゃるんですか。近隣の方ちょっと匂いがしますよ。ああそういう感じで来ると誰も住んでるはずないです。で、匂いが強いのはまあある意味当たり前で、その匂わなかったら逆に未だに気づかれないかもしれないわけですから、匂って初めてやっとお隣さんが気づいて、まあこれをその私はこう死者の最後のメッセージと。呼んでるんですけど、なるほど。はい、ですからその時期によってはすごく多く匂うまで時間がかかりますし、逆にもうすぐ一気に腐敗するっていうのもあって、あんまり時間が大事っていうことではないです。要するに何日以内で見つかったんだから大したことないっていう人はいるんですけど、そうじゃなくてたったの2日とかで一気に腐るようなそういう状況だったじゃないか。っていうだけなんです。そうか、だからこう亡くなった方もちょっと申し訳ない気持ちあったんでしょうね、多分ね。夏にあと見つけてほしいっていう気持ちがあったのかな。これ別になんか今入られてる方は例えばなんかお化けを見たとかそういうのは聞かないですね。やっぱりイオンが近いんで。すげえですね。解決イオンの方からですね。イオンすげえな。これこそまさにその。持ってる物件が自己物件化しちゃったっていう、もうこの番組ご覧になってる方が一番気にされてるシチュエーションだと思います、ね、その自己物件を承知の上で安く買うっていうのと比べて皆さん心配されてるのはこういうケースかなと思いますね。今空き家問題とかあるじゃないですか。空き家を放置してるとこういうことになるリスクがやっぱあるんですよ。忍び込んで入られてしまってっていうことですよね。そうすると物件の価値が下がって売るときにやっぱりね、そういう物件として売るしかなくなるので。うわー、これへこみますね。所持者だった場合。そうなんですよ。これまあもらい事故なわけですけど、だからといって気持ち悪いやだ手放そうってなったら今度はちゃんと告知しないと自分がこう悪いやつになっちゃうわけですから。そうですよね。これですよ、この番組のメインは。やっとやっと分かりですよ、本当に。ではちょっと次の事故物件に、はい、行きたいと思います。これは何ですか。いや、まずナタでね、父親ナタで。これってちなみにこの事件の内容って、はいはい、引きこもりになってたご子息が、まあ、精神的にもだいぶ追い詰められたんでしょうね。ちょっとお父さんと口論になってそのままやってしまったと。なるほどね。まあ今ですね、殺人事件ってそのもう身内家庭内での事件がもう半分超えてるぐらいなんですよ。なのでそんなに珍しいことではなくて、例えばもうそれこそ「お前いい加減働けよ」みたいなこと言ったらそれは喧嘩になりますし、競売にかけられるってことは、まあ何かしらのそのまあ債務があって、それをまあ不履行になっちゃったと。でまあその金融機関なりが競売として実行したんだと思うんですけど、競売のその入札してたのに。物件情報として、はい、出てくるんです。写真とか状況とかが分かるようなものが、まあ、サイトで撮れるようになってるんです、ネットで。でそこにその、まあ、こう壁にこう血がシュッとこうとか写真がまあなぜか Google でそこの家だけ見れないんですよ。なんで見れないなんかこうモザイクかかってて。そうなんですか。そうなんですよ。でも誰もこれ買わないと思うじゃないですか。で私はもう最低金額で入札したんですけど、時点でした。じゃあ先に買われてないんだ。いるんですよね。ヤフオクで競り負けたみたいな感じになってます。いたんだこれ、なんで俺だけじゃねえのかみたいな。キョロさん、この父親と息子ね、こう殺されたみたいな感じでこの事故物件として今紹介いただいたんですけども、テルさんの中でなんかこうパンチがあったこの殺人の事故物件みたいなのってあったりするんですか？結構ですね、はい、珍しい凶器の事件はやっぱり覚えてるんで、珍しい凶器一つ一つは本当レアケースで、そんなしょっちゅうなんかないんですけど、はい、もう日本で1件だけとかでもやっぱりいつまでも覚えてますね。例えばそのそば打ち棒で殴ったとか。本当の手打ちにしてるじゃないですか。あ、そうなんですよ。うまいこと言っちゃった。すいません、仕事の問題。うちの相方が得意とするうまいことを無理やり押し付けるうまいことハラスメント。確かに優しいタイプです。このことを何回も今まで言ってるのに、今のことをおっしゃったの初めて。いやいや、マイクとハラスメント返しだ。すいません、なるほどね。あとマグカップとかもありました。マグカップ。これはもうおじいさんの浮気をおばあさんが疑ってっていう。マグカップで多分こう角の部分だと思うんですけど。他にも孫の手とか。多分肩たたきの方のゴルフボールみたいな方だと思います。あっちだと思いますけど。あと花瓶とかありますね。花瓶、そのね、死んだ後もすぐ花入れられて便利だからね。花じゃないよ。2つ飛ばしてんだから。すいません。2つ出なかったなって言うんだよ。テルさんも待っててくれたね。ちょっと待っててくれたのに。もうちょっとこっち向いてちょっと無視してる。事故物件って賃貸だと通常よりどれぐらい安かったりするの？これは興味深い。やっぱり最初のその1回目って言うんですか、もうその事故があって最初のターンはやっぱりうんと下げないと。例えば5万円だとしたら 30% オフとか、で次のターンに戻っちゃいますけどね。あ、そうですね、1回人が入ったってことでね。テルさんとかサイトで運営されてるじゃないですか。自分が例えば事故物県に住むって考えたら、それはどうですか？自分もやっぱり嫌。いや、私は嫌ですね。あ、やっぱ嫌ですね。自分で調べる感じだったら嫌だからこういう活動を始めたわけで。どれが一番欲しいですか？いやいや、最後にドッキリしたらでも唯一一つだったら埼玉のね、ところとかはで実際お住まいになられているっていうのがありますし、やっぱ解決されてないっていうのも怖いですよね。ちょっとね、特に2番目とかもちょっとね、疑惑が多いな。やっぱさ、いや帰るもなんでそんな感じなんですか。買うならみたいなね。いやでも本当に人がね、そのなんて生きてた人が亡くなって、そこにいろんな思いが残ってで、だけどそういう不動産の運営とかですね、まあそういうのもいろいろある中でですね、まあ精神的瑕疵っていうかね、自己物件に関してはそれはまあ僕たちのこれからの使命としてなんですかね、その自己物件に関しては。事故物件っていうのがそれほど悪いんじゃないよっていうの感想迷路になってるな。なってたな。全然思いつかない。焦りもしない。まあ他にもいろいろと面白い物件ありますんで。まあね、とりあえず4枚の物件は買っていただいて。埼玉すげえ面白い。